発見。ツイッター探偵団。偵団えー、今話題のツイッターをピックアップして紹介いたします。えー、ツイートしたご本人に出演交渉する対当たり企画でもあります。はい、えー、十二月二十一日、水曜日、二十二時となりました、えー。視聴者の皆さん、本日もどうぞよろしくお願い致。お願いします。はい、えー、今日もお相手、中野区議会議員、吉田幸一郎さんです。よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。お願いします。そして、MC はいつもの、長尾隆。 前衆議院議員です。よろしくお願いいたします。はいどうもありがとうございます。いや今日もね、えー、寒かった。あ今あの大阪なんですけども、あとなんかねあの視聴者の皆さんの中で、えー、新潟ねあのー、上越の方にあのいらっしゃる方、本当ね雪があのな一晩で140センチとかもう尋常じゃないですよね。まあぜひとも。 あのご試合をあのいただきたいなと、えー、思っております。えー、吉田君、今日はどんな一日でしたか？はい。今日もですね、まあさ寒い中あのまあ昨日に引き続き選挙の準備を、はい、一生懸命やっておりました。えー、はい、えー。そうですね。いよいよねあのうちの地元もいろいろと動き始めましたよ。はい、うん。まあ私も今日あ昨日かやっと一か月以上ぶりに地元に戻ってきて。えー まあ、今朝、まあ、あと今週もずっとですけど。あの、新たに、大阪府議会議員にね、あの、挑戦される。方と一緒に。駅立ちも、やりながら、<ー>あの、準備を、あの、進めているところで、あります。あの、だいぶ僕の顔も、戻ってきましたでしょそうですね。はい。まあ、まだね、あの。 右目が完全に閉じない。そんなあの状態ですけど、え。ー きょうもずいぶんいろいろあの企業訪問やなんかあのしてきたんですけど、あの言わなきゃあの分かんないっていう、そういう感じでね、視聴者の皆さんやあの吉田議員や、あとスタッフの皆さんにもいろいろとご心配を、またご迷惑を、特に小野寺さんには大変なご迷惑を、ね、あのおかけした1ヶ月でありましたけども、まあ、順調にあの回復しておりますので、えー、ご安心いただきたいと思います、はい、本当にどうもご迷惑をかけました。はい はい、えー、それではまあね、この話ですなあ、増税と利上げ。さっさあ一番よろしくお願いします。高橋洋一さんの、えー、ツイッターであります。えー、安倍政権 <laughs> では増税と利上げは可能な限り避けたが、岸田政権は 増税と利上げを率先してやろうとしている。まあ、確かにね、あの消費税、えー、引き上げについてはあの先送りをして、えー、その時々に。えー 衆議院解散総選挙で打って出たまあそれでもね、あのデフレ脱却と言われない中で、安倍政権下で二度の消費増税をやってしまったとっいうことは、まあこれはね、なかなか評価に値しない。まあそれでも、安倍当時総理もですね、 本来であれば消費税というものは引き上げたくないという方であるいながらもそちらの方に触れざるを得なかったという背景がありましたで高橋昇一さんのツイッターはですね竹子さんのツイッターを引用リツイートされております竹子さんのコメントがですね 安倍政権時代にコロナ対策で総計100兆円の国債を発行しましたよね。<laughs> 日銀に全部買わせたのにデフレ化と統合政府の BS ゆえ市中金利はほとんど上がらずこれは高橋義一氏やノーベル経済学賞のバーナンキ予想通りまた失業率は低いまま抑えられた。 なのに財務省は今度の防衛費増で不足分20兆円を増,額で増税で賄うと、まあ、黒田さんがこういう形で判断をされましたが、まあ、吉田議員、コメントを今回あの、まあそのえー、固定具合かな0.25から0.5に幅を まあその容認する幅を引き上げたということで、でこれ、事実上の利上げなんだっていう言い方をして、やっぱり市中金利とか株価にも影響が出ているわけじゃないですか、アメリカとの金利格差とかいろんなことがあるので、この時期に、金融政策の余地のっていうかね、スリーハンドっていうか、それを持ちたいっていう意味では、あ,ある意味、納得は 行くんですけれどもこれがまあやっぱり安倍政権の時にこういうことをやったんであれば市場もそんなに動揺しないと思うんですよ。だけど、岸田さんになってからこれがやるとですねやっぱり、なんだろうな、先々疑心暗鬼に駆られるというかあの景気を冷やすことを全然躊躇しないようなことをこう普通にやろうとしたり言ったりするわけですよ。 あの増税に関すすることとかですねそういう中で、やっぱり日本が国債に、まあ、100兆円出したということも含めて、非常に国債のい、まあ、依存度というか、が高いことは、これまで安定してたのは金利が低いからね、償還もそんなにあのかさばらないという意味で、ある一定の均衡を保っていたわけですけれども、これで利上げになっていくというと、償、ま、還、あ、費もどんどん増えていかざるをえなくなるということを、ちゃんと分かってと。 やってやってるんでしょうねというか、まあ、黒田さんは分かってるんでしょうけど、それにまあ岸田さんとか財務省とかが、余余計なね、あの非常に,、まあ非常にまあ、心配をさせるような政策とか言動をすると、黒田さんの,そのまあコントロールの範囲を超えたことが起きないといいなっていうですね、あのというふうに実は心配をしています。これ黒田さんがね 利上げではないっていう言葉を言ったけれども、これはどう思います、まあ、あの政策の余地を広げただけっていう意味では、まあ、いある意味、利上げではないことは確かなんですけど、でも、事実上、その金利が上がっていくことを容認しているわけですよね。まあそういういことだね、えー、だから利上げをしたわけじゃないけど、まあ、利率が上がることを容認したことは確かですよね。まあ、だから上がるもの、はい、下がるもの、その利幅があるんでね。 その幅を広げたっていうことなんだけど、ねはい、この段階で利下げになるはずはない、ね、はずがないもちろんもで、えー、はい。だからなんかね黒田さんらしくないなと思っていて確かに、ね、理屈上はそうなんだろうけどいやでも現実的には下がるはずはないわけで上がるしかないわけで。実際<で> パーセントぐらい上がってるのかな。そうでしょう。上がってるし。なんかね、あの、まあ、一部報道には、なんか黒田さんの本音が出たぜ、みたいなね。 まあちょっと僕もその辺はね押し量ることはできないんですけどもいやこれはね日銀、まあ、総裁の立場からすると絶対その利上げって言っちゃいけないし言わないいんですよいやそうでしょ言んなもんちょっと言葉のねあのセレクトを間違えてるなと思っていて、まあ、ただでさえね、まあ、増税が正式に決まったということではないわけですよね段階としてね。 方向性、まあ、これは閣議決定されたわけでもそれをあの法的根拠をとなるようなその法案というのはこれから作るので、まあ、まだ戦いの余地はあるわけですけれどもただ増税の方向性というのは大体決まってるわけなので、まあ、そうするとね企業は賃金上げようなんていうそういう気持ちにもならないしそれに輪をかけて、えー、この利上げではないという <laughs> あのえー のしいね金沢、ね、さんが売り上げって言っちゃったら、もう身もふたもないのでい<や>、言わなくていいんです、言わないのが正しいあの姿です。っ、まあ、っととの今後の推移をあの見ていいまましょうう経経団団連連、まあ、ここ間どどうう会がが、まあ、余計なこと言いましたけ長 まあ、もしその増税とかあっても頑張って賃,や賃上げ努力したいみたいなことを、経団連のトップが、ね、言ったので、うん、あこれはあの心強いなとあ、ちゃんと分かっていいことをおっしゃってるなと、僕,僕は経団連、いすけど非常に珍しいことなんですけど、そういうことをおっしゃっててあ、これは素晴らしいなと思いました。そうですね はいえー、と視聴者の皆さんのチャット欄をちょっとご覧いただきたいと思いますまた文化人放送局2のライブアンケート今日12月21日はあ次のとおりです、えー、日本に必要な防衛力アップトマホーク500発の反撃能力で十分ですか原子力潜水艦と SLBM が必要不十分 F35、沖縄に100機、えー、配備 不必要まあ四つの選択肢で番組の途中ぜひ皆さんもチャット欄アンケートをご協力いただきたいとご案内させていただきますスタッフさんでは次は二番いきます門田隆昌さんのツイッターですいやこれもねなん というか小ずるいというかあえてこのタイミングなのかということで僕もちょっとこのニュース知らなかったんですけども岸田首相の後出しじゃんけんにネットの怒りが収まらない1兆円増税を決めた後で埋蔵金12兆9227億円を明らかにした政府今後も残高拡大は必死で巨額の埋蔵金を塩漬けにするな どうしても景気を冷やしたい首相＆財務省日本の内なる敵の姑息なやり方に鉄槌よということです。まあ、元となる記事はですね、国の基金残高が十二点九兆円あったということ。これ二十一年度末五十パーセント増加と。なんだあったじゃねえやかよと。 確か民主党政権の時の埋蔵金って11兆だったか13兆だったかそのぐらいの金額だったと思うんですけど探せばやっぱりこんだけね基金の,その残高があったということでありますよ。 えっと実際、22年度の二次補正、この間ので基金に約9兆,9兆円の,、ね、あの予算を捻出しているわけですから、まあ、残高のさらなる拡大は必至だと、なんだ、あるじゃないかよと、なんかこの後取しイじゃんけんについて、吉田議員からもコメント、頂戴できますかいや、本当、これ、あのー、<laughs> その通りですよね、なんだろうな。 もちろんこれを算出してきたのが財務省ですから、財務省がこれを隠していたというか、増税のにこう税制対抗とか、そんなうだ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 ややってるときに見せなかったわけなんだけども、でも、岸田さん、総理としては、いや、先にね、こういうそのまあえ予算とか、基金の積み上げとか、そういうことを事前に知っていただろうし、あるいは、 えー、そろそろ出せよと、増税の議論する前に、まずこの金をこれからどれ,どれぐらい積みますのと、55%積みましてるわけですよね、それぐらい積みます、どれぐらい積みます予定なんだとかですね、そういうことを聞いて知ってるはずだし、き聞,かない聞いて知らなきゃいけない立場なわけですよ、あのトップなのだからあの、しかも素人じゃなくって、長く政治家やって、ね、国民の税金で、検算を積まれてきたわけだから。 だからやっぱりその財務省だけのせいにはできなくて岸田総理もこういうことが分かってあのいないだけでその増税の議論をする前にね国民にこれを提示すべきだっていうのはおっしゃる通りだと思いますよね<ー>、はい、この議論だってこれが先あったら議論大きく変わったはずですからいやしかしねあんだけあの手続きに問題があるって言って、えー、増税派、反増税派もう あの、血みどろの、あの議論を、をして、まあ、とりあえず曲がりになりにも、あの。着地、まあ、綺麗な着地ではないにせよですね。でも、また、ここで、なんでこんなの、出す神経がわからない。そう思いませんもこれは出すよね。文句言わずに、ね、隠すは、日金が出すんですけど。<ー>出すタイミングは、おっしゃる通り、<ー>後出しじゃんけんですよね。まあ、確かに、これをね、事前にね。 政治の側があ発掘することができなかったということが、たぶんすべてなんでしょうな、あ手強いですねってい,いうか、だって、岸田さんの周りは財務官僚そんですね、某,某その官房副長官も財務省出身でとか、うら、ん、うらわらわらいるわけじゃないですか、うん、そんな人たちが。それで知,ら知りませんでしたってことはありえないですよね。ね これはやっぱ岸田総理に対して顔に泥を塗るようなそういうことにもなりかねないですよね。んとそうですね、あのあ<ー>そういう見方もできるし、あ<ー>あの共犯なのか泥を塗ったのか、どっちでしょうって話でねいや俺はね、共犯じゃないような気がするんだよね、もうね、なんかこの際、うん、あ、まあ怪しい人形で、ああ、ああ、ああ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 に。 言わずにね、もうこんな流れを作ってんじゃないかなともうそう疑わざるを得ないですね。それでね、はい、その防衛増税で必要なのが一兆円って言ってましたよね。そう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 。もう十分あるじゃないですか。できるじゃんって話。だからこれでもうそのねあの党の側まあ萩生田政調会長を率いるね<お>あのまあ党で政策をあの考えるぜひね皆様が一兆円どうじゃなくてあるだろうと。そう,そうそう。増税いらないじゃんと。 あるいはあの、まあ、市中でよく、よまあ、巷で言われているのは、まあ、例の,その男女共同参画で、まあ、9兆円弱あるじゃないですか、これ、本当に不要不急のね、今も中国とかロシアとかミサイルがバン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 あの e z まで打ち込んできて、領空侵犯して、で北朝鮮もバン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 新しいね、あのミサイルを開発して、どう喝しているっていう状況で、ちょっとだけ男女共同参画のね、予算を。 まあそれこそ先延ばしにしたり、少し減らしてね、1兆円作るっていうことできないんですかっていうことはね、徹底的に議論していいたただきでですすようん、うんうん、そうです、ねまあなかなかね、あの内閣府があのついてる予算を他の省庁にね移すっていうのは、ね、ま、だあの世間様が考えてるほど、そんなにあの簡単な話じゃないので、だからまあ、ただ今回、約13兆の,あの埋蔵金が見つかったってことであれば。 あの年明けに萩生田政調会長が増税以外でちゃんと財源を捻出するこういう議論をやろうということの中にえこの記事をねちゃんとあの勘案した上での議論があの進むならばまあ新たな展望が見出せるのかなとそんな感じもしますな、え。ー